こんにちは。広島青年僧侶春秋会の会長、上園陽です。この会は広島県西部に住む40歳までの青年僧侶約80名で形成されている団体です。私たちはこれまでの浄土真宗の伝統を受け継ぎつつ、春秋会だからこそできることを追求し、枠にとらわれない自由な発想と情熱を持って、さまざまな方法で仏法に出会う喜びを伝えること、仏教を楽しいと感じてもらえることを目標に、自分たちでも楽しんで活動している会です。現在では動画配信を中心に、広く世界中の人々にこの浄土真宗のお祈りを発信していく活動、そして子どもたちと一緒に遊びながら仏教を知ってもらえる活動、そして私たち自身も交流し、楽しく学びを深める、そんな活動をですね、させていただいております。コロナ禍ですが、パッとした春秋会を目指して私たちも頑張っておりますので、どうぞ応援をよろしくお願いいたします。